はい、まずはチームダキツ効果、浅井七海さん、佐藤みなみさん、鈴木くるみさんです。あ、すいません、ごめんなさい。なんで前回のシーズンのチーム B のコーチが今日浅井さんのガチャ引いてあげなきゃなって言って自腹で4回回しました。回しすぎだろ。はい、さあじゃあ続いてチーム十年桜の入場です。よろしくお願いします。ゆきりんちゃん、すごいね今日は。チーム10年だから柏木由紀さん、はい、向井美穂さん、はい、中山由里さん来てくれました。めちゃめちゃ良かったですね。柏木さんだね、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。プレーするのはもう1年ぶりぐらい。そんな最あれか前か。そうなんですよ、あの決勝にも出場していただいたんですけど、すごいありがとうございます。それで反応しますね。そうか、応援だけか。そうなんですよ、今日10年桜かあるね。ありますね。あるある。ただ結構ね、ランキング的にかなりで勝ちなので、10年だから今日結構大事な試合に、やばいね、なりますね。はい、さあそしてチームここからのスター、ここで飛べの入場です。よろしくお願いします。どこどこ、チームロドスは斉藤半田さん、大森真帆さん、岡田里奈さんです。いいかも。斉藤さんと岡里奈さんも卒業控えてるから、もう会える少ないチャンスですよね。そうですね、うん、ロドスもかなりランキング的な超あれだと、もうやばい、一番やばいです。はい、最後はチームワンダフルラブの入場です。チームワンダフルラブは太田由紀さん、小浜ここねさん、フレンド由紀さんです。はい、よろしくお願いいたします。逆にワンダフルラブはかなり今ランキング的にも余裕があって、なんなら今日ワンダフルラブのファンの方は今日とか浮気してもいいぐらい、そんな感じ、余裕さはありますね。はい、はい、じゃあ撮影タイムは、はい、以上となります。会場の皆様、カメラスマートフォンをしまってください。はい。